事な書類だから気をつけないとね。貴様には一度じっくり説教をしてやらんといけないようだな。みなぎ、お昼みんなで一緒にしよう。メタルウルフ。ミナギか。最近よく街に降りてるな。ID カードよ。しかも可愛い OL 特会低い連れてたもんな。羨ましい子って。呆れるほど低俗なセクハラ発言ね。ねえ、セクハラって何？低能な男どもの得意技よ。あなたも大人になったらわかるわ。子供だと思ってバカにしてるでしょ。そうやって報われるところがまだ子供ね。よしよし、ごめんね。お姉さんが悪かった。またそうやって子供扱いする。そうだそうだ、みなぎの言う通り。ドリコン男。
さらっと流して。低レベルな発言したと思って後悔してるんだから。おたくら仲いいね。どうした、みなぎ。自分で調べたいというのか。調べて何か分かりそうなのか。午後から実地で調査してくるといい。ただしあくまで苦情処理課としての調査だ。何かあったら報告しろ。くれぐれも独断専行は慎むんだ。いいな。みなぎが出かけるなら私もついてくわ。だそうだぞ。責任を持って保護するように。先輩が調査に出向くなら私も一緒にお願いします。調査なら先輩だけでなく私が加わった方が能率が上がります。うん、それは一理あるな。私は可能な限り外回りの仕事も経験しておきたいと考えてます。よろしい、わかった。北条と朝霧の二人で町を調査してこい。はい、了解しました。考えてたのかしら。大体察しはつきますけど、新人だからって侮らないでほしいわ。
じゃないの。心配してくれてありがとう。みなぎって優しいんだね。嘘つき。私たちの家がどうなったか見に行きたいの。行ってくるね。でもみなぎたちは仕事で来てるんでしょ。そうね。孤児院の火災とクロードという少年の関連は疑う必要があるわ。火災現場はどの道見てみたいと思ってたの。お願いだからそのカレンちゃんってのはやめてもらえる？鳥肌が立ったわよ。ママ言って。うん。ちょっと、置いてくことないじゃない。待ちなさい、待ちなさいってば。カレンお姉ちゃんに意地悪するのやめた方がいいわ。そんな。先生、まさか私のために。
子供たちの行き先はわかります。わけありなの？花町？そんな地区名あったかしら。何よ、かっこいいじゃない。ダメだわ、花町なんてエリアマップに記載されてない。何かの暗号かしら。もしかしたら文字を入れ替えると恐るべき事実が。昼だってのに開けてない店が多いわね。この辺初めて。カルロ先生にはなるべく近づかないようにって言われてたわ。